金空楼幸福寺は長崎市寺町にある日本最古の大幕州の寺院である。三号は安ず名山。三門が朱塗りであるため赤寺とも呼ばれる。1624年に中国像の深淵により創建された日本最初の東寺である。宗福寺、福住寺と共に長崎三福寺の一つに数えられる。本寺には福建省、石工省、 チャンスー,ー出身の神徒が多いため、マソ道も置かれていて、南京寺とも称せられた。大爆州の海藻人間隆起ゆかりの寺院で、本堂にあたる大遊法殿は、国の重要文化財に指定されている。福建省出身である因縁が大爆州因縁豆など様々な文化を日本に伝えたことを、縁として大爆文化交流が行われている。 小古老は1962年に長崎県指定の有形文化財に指定されたもので、重層に盆章と対抗を置くものとなっている。しかし、盆章自体は太平洋戦争中に供出されており、戦後も盆章は設置されないままであった。2019年に福建省のトップにあたる異国が幸福寺を視察した際、盆章が失われたままであることを知り、うが、 新しい盆栓の寄贈を提案した。新しい盆栓は中国国内で製造され、2021年2月に幸福寺へと届けられ設置が行われた。文化財、マソエビユミナガリカ、因縁全寺結んだ園中国、福建から長崎幸福寺に金寄贈。朝日新聞、https w w w a s a h i c o m アーティクルズ。 アスプ 2V69C5P2 ビトールブレーレー JHTML2021 年7月2日、閲覧 AB、中国福建省の複製満腹寺から長崎の幸福寺へ盆章が寄贈されました。長崎県、2021年7月2日閲覧。長崎市幸福寺省古老。長崎市、2021年7月2日閲覧。 長崎市長崎市長崎市、ありがとうございます。